永遠の法、エルカンターレの世界観、大川隆法、第3章、6次元の世界。5、永遠の旅人、進化ということを中心に、6次元の話をしていますが、ここまで読んできて、多くの読者が気づくのは、結局、人間というものは、永遠の旅人なのだな、ということだろうと思います。中には、進化進化と、なぜそんなに進化を目指して努力しなくてはならないのか、あるがままで良いではないか、と考える人もいると思います。ある面から見れば、これも一理はあります。しかし、この考え方を、霊的な面から具体的に検討してみると、必ずしも正論だとは言えないのです。なぜかといえば、本当の意味において、人間の生命は有限ではないからです。もし人間の生命が100年や200年でできては消えていくようなものならば、確かにあるがままの人生で良いと言えるかもしれません。しかし、人間の本当の生命体というものは、何万年、何十万年、何百万年、何千万年、さらには何億年にもわたって、生き通しの生命なのです。そうした生き通しの生命があるがままで良いのであれば、魂は停滞してしまいます。しかも、長い年月にわたる停滞の中にあっては、魂は本当の喜びを味わうことができないのです。つまり、退屈していくわけです。100年、200年なら、同じことをしていても良いかもしれませんが、永遠の時間というものを考えたとき、魂はふわふわと宙に浮かんでいるわけにはいきません。人間には個性があり、意識がある以上、やはり何かをしておかねばならないという気持ちがあるのです。例えば、会社勤めをしているサラリーマンの多くは、一日も早くサラリーマンを辞めて、毎日自由に暮らしたい、と思いつつ定年まで生きていくわけですが、やっと定年を迎え会社勤めがなくなると、今度は自由な時間を持て余してしまい、何をしたらよいかがわからなくなるのです。毎日が自由である反面、する仕事がないので困ってしまいます。大抵の人はこうした状態の中では、1年と持たないのです。仕事がなくなると、1年も持ちません。そこで何かしたくなって、再就職をしたり、自分の趣味に励んだりすることになります。これは魂の本質に関わることです。魂というものは、本質的に、勤勉にできているのであり、怠けるようにはできていないのです。だからこそ、時々休みたくなり、サボりたい気持ちにもなるのですが、そうした怠惰な気持ちでは、長い年月を耐えられないようになっています。人間は仕事をするように、働くようにできているのです。すなわち、魂は本質において生産的であり創造的なのです。これが魂の性質です。私は仕事が嫌いだという人は多いのですが、そうした人たちから実際に仕事を奪ってみると、彼らはまた困るのです。そうしたものです。このように魂そのものの中に、熱心に仕事をする勤勉さ
という面があるのですから、人間はやはり向上を目指していくしかないのです。不完全な仕事ばかりしていて、満足できる人はいないのです。魂が満足し、安らぎや喜びを得るためには、より完全な仕事を目指して努力していかねばなりません。そうした意味において、魂というものは、あるいは人間の本質というものは、永遠の旅人なのです。それが実体であると言えます。